はい、おさん、こんにちは。はい、ということですね、えー、本日、えー、UFC で、えー、我が、ジム、と姉妹ジム、松根亮太さんの、えー、私の、私の兄弟子、松根亮太さんの、えー、ジムの、平達郎選手、対、えー、私が、T えー、タフで、決勝で戦ってですね、負けた、 え、ティム・エリオット選手との、平達郎選手対ティム・エリオットのカードが UFC で今日発表されたということですね。いやー、素晴らしいですね。あの、以前から平選手の次の相手はティムがいいんじゃないかなと私はずっと言ってきたんですけども、えー、ここでですね、組まれたということで、まあ私と、どちらも私とこう、 うんなんて言えばいいんですか繋がりが少しあってですね。えー、まあ、ライジン見てるファンも少しこう感情移入できるというか、ストーリーが、えわ、ー、かりやすい戦いなのかなと、えー、思いました。えー、まあ、ティムエリオットはですね、えー、まあ、レスリング出身なんですけども、えーまあ、本当に自由というか、うん、試合の時も自由に戦う選手ですね。ガードもあまりせず、もう、あの、パンチも、 手でで避けないですねもう本当状態で避けてもうほんとガードノーガードでそれで、えー、自分も、えー、どんどんパンチを振るっていくそして組んだらタックルに行くタックルに行って倒しても、えー、上をこう固めることをあまり固執せずですねもうどんどん下になるのを厭わず首があればギロチンに行くし、えー、手があれば十字に行ったりあ三角に行ったりもう下になることを厭わず、えー、どんどん決めに決めを狙っていく。 えーまあ、動きが止まらない選手ですね。えーまあ、それだからこそ、えー、ガードもしないのでパンチをもらったり、ハイキックをもらったりですね。あとはもう、えー、寝技で、えー、もうどんどん動いていくので、えー、相手の、相手に首を取られたりですね。そういうことも多々ある選手ということですね。えーまあ、対する平選手はしっかりとした打撃、えー、そして、 しっかりとした寝技の技術を持ってるので、えー、結構この試合は平選手がかなり、えー、有利な試合になるんじゃないかなと、えー、僕は予想したいなと思います。ま,あ、また勝敗予想は、えー、後日取っていきたいなと思うんですけども、えー、まあかといってティムは9位ですし、えー、今まで UFC で戦った選手、まあ、シュートも含めてですかね、の中では一番強い えー、強敵になってくる気が抜けない相手にはなってくるんじゃないかなとそういう風に思います、えー、とても楽しみなカードだなとそういう風に思いました、えー、まああの荻雲の敵打ちとか,なんかそういう風に言われてますけどまあはっきり言って関係ないですから、えー、別に僕も敵打ち取ってほしいなんて全く思ってませんし自分の畑は自分で取りますしね、えーまあ、そういう 思いがあるので平選手にはもうそんなの全く気にせずに、えー、しっかり勝ってほしいなとそういうふうに思いました、えー、そんな感じでしょうか、えーまあ、ティムもですね同じチームで関わりがあるうー選手でインスタとかでもつながってますので、えー、いい試合をしてほしいなと同い年ですからね、えー、そういうふうに、えー、思っております、えー、とても楽しみな一戦であるなとそういうふうに思いました。はい ここで勝てば平選手、ランキング一桁台、行くということで、またベルトにぐんと近づくんじゃないかなと、えー、そういうふうに思いました。はい、ということでですね、えー、日本のみんなで応援していけばまた盛り上がっていくんじゃないかなと思います。はい、ということで、皆様本日はご視聴ありがとうございました。